おお、斜めに開く。すげえ。よし。で、なんか、リップしよう。よいしょ。おー、軽い。よいしょ。広い。おお。あいえいえ。おお、斜めに開く。すげえ。これに物を乗せておいて、ご飯食べるときだーっとして。おお。学んでいく。おお、直線。うん、パナソニック。いや、もう閉まるよ。いや、閉まるとかじゃなくて、もう開けるんですよ。パナソニック。開けるんですよ。スイグリーン。うん、プロセム面台。おー、はいはい、うん、はい、うん、なるほど。お、わついた。おお、おお、風呂蓋ここに置くのか。いい感じ。なるほど。おお、やわらかかろうが、ね、硬さね、うん、感じたろ。足伸ばせる。膝ついても痛くないじゃない。姿勢に足伸ばされる。結構ね、プライドなんか横でこう出されたみたいな。おお、おお。トイレ。あ、うん。まあ、なんか。はいはい。うん、なるほど、トイレでした。トイレでした。はい。それでは2階に行ってみましょう。ででん、壁紙。うん。いい感じ。そしてこれが俺の部屋。おお。データ。こっちか。こっちか。これか。はい、着いた。壁紙。青っぽい、グリーンっぽい壁紙と黄色っぽいやつ。で、下が木目の黄色のというこの。そして、ここが階段。はい。押し入れです。この中、俺の
デスクスペースにしてもいいような気もせんでもない。あ、閉める手前でクッション効くな、これ。ここで一旦当たってす。いいな、グリーンバックできるな。テラスに出てみましょう。よいしょ。おお。うん。おお。駐車スペースの屋根。このスイッチは何のスイッチだろう。あ、そうか、雨戸があるんだった。なんかガラガラガラっと雨戸が。あ、すごいよ。シーリングライトのデザインがちょっと明るいか。なんかデザインが面白い。いい感じゃないでしょうか。おお。ここに何が見れると隠れると誰が隠れるんですか。物置があるということで、まあ、おお。結構でも、おお。結構早いよ。棒でつけたんだ。で、普通のクリパルだよ。違う。おお、変に登ってるよ。どうぞ。おしゃれ。上の、いや、こう上がってみようか。物置、屋根裏で。こんだけか。どっかにスイッチがあるはずなんてな。上がった。意外と広いけど怖いな。まあそんなにしょっちゅう来るとこじゃない。まあ木の甘い香りが。これちょっと脱ぐね。滑る。床下収納もパナソニックだぜ、これ。おお。キムチでもつけるか。いいとこでした。